はい、どうもこんにちは。動画をご覧いただきましてありがとうございます。では今回はですね、ちょっとゲームなんですけれども、チビキャラタクティクスっていうですね、無料のゲームをプレイしている風景を撮ってみたいと思います。まだ動画になかなか慣れてないのでね、ちょっと訪れとかあるかもしれないですけども、その辺はご容赦くださいませ。ではこのゲーム開始というのを押してですね、このスタート画面に入るんですけれども、ちょっと最初ずっと知らなかったんですが、ログインボーナスって言って、ここに宝箱が出るんですよ。でそれを取ると、その各面の経験値がリセットされるっていうね、またいっぱい経験値がもらえるようになるっていう、そういうシステムなんですね。それをずっと知らなくて、少ない経験値で頑張ってました。はい、ではですね、実際にちょっとやってみたいと思うんですけれども、このまずは一番最初のプラクティス1っていう面ですね、これを始めてみたいと思います。まあだいたいこんな画面で開始するというふうにやると、まあ敵が湧いてきて、でその敵に対してこうちっこいのを呼んでですね、この拠点っていう街とかを守りながら、まあその自分の領地を守っていくと。でその領地が全部壊されてしまうというか、そのここに3分の7ってあるんですけども、この3つより下回ってしまうと負けですね。その目は失敗になります。それさえ下回らなければ OK ですね。でまあちょっと一昔前だったら、これ2000円か5000円ぐらい取られても全然おかしくないぐらいの、なかなか楽しめるゲームなんで、興味のある人はですね、無料のゲームなんですよこれ、ちょっとやってみてもいいんじゃないかなと思います。でこうやって時間を過ごしていると、そのうちですね、ボスが湧いてきて、そのボスを倒せばクリアって感じですね。で拠点が1、2、3、4、5、6、7個ありますけども、まああちこち敵が同時にその拠点を攻撃してくるんで、それをいろいろ守っていけば OK って感じですね。でここにボスが湧きましたね、魔王ゴブリン、これを倒しちゃえば勝ちです。でボスのすぐ近くに、まあ、魔法使いを寄せていきます。で魔法使いは遠距離攻撃なので、こいつでボスを倒してしまえば、それで、まあ、クリアですね。こんな感じです。で一面はまあ非常に簡単で、お金もいっぱいあるし、まあそんな難しくないんですね。で後の方になっていくとどんどん難しくなってくると。とりあえずまあ1面でクリアということですね。はい、でクリアするとここに宝箱が出て、これを取ることによってまあ経験値がもらえるという感じですね。87ももらえましたね、すごいですね。これずっとログインボーナスっていうのを使ってなかったんで、7ぐらいしかもらえなかったんですけど、こんな簡単にいっぱいもらえるんですね。はい、では、1面が終了です。ありがとうございました。